皆さんこんにちは。見習いゆっくり実況です。キャプテン翼2の実況を再開します。本日は南葛高校 VS 立浪を1試合お送りする予定でしたが、2試合お送りすることになりました。そして解説はこの方です。こんにちは、アートネイチャー三鷹です。それにしてもまた負けたんですか。とりあえず1試合負けるのがデフォルトになっていますよ。あと対戦相手の立浪って何ですか。中日ドラゴンズの監督が一人で南葛高校と戦うんですか。立浪監督が南葛高校と一人で戦うのも見てみたいですが、ソーダ君と中西君がいるチームなので、おそらく大阪代表の高校だと思います。それでは1試合目はダイジェストで見てみましょう。立浪戦、何が苦労したかというと、1つ目はキーパー中西君に対して新田君のはやぶさシュートが通用しないことです。中西君からゴールを奪うにはバランスを崩すなどの揺さぶりが必要でしょうね。二つ目はやはり相田君のカミソリシュートです。相田君はパスを受けたらすぐにカミソリシュートを打ってくるので厄介ですよ。結局1試合目は1対4で惨敗でした。1試合目後にレベルが上がったのは森崎くんと石崎くんだけなので、2試合目も不安ですね。ただ森崎くんのレベルが上がったのは多少でも相手のシュートを防げるようになるかもしれないので朗報ですよ。2試合目の戦術は 4-3-3 のカウンタータイプを選択しました。ウクヌシは 4-4-2 だと中西くんを攻略するのに火力不足ではないかと考え 4-3-3 にしたのでしょうね。三鷹さん、いつもの一言お願いします。エース殺しのディフェンダー相田くんとゴールキーパー中西くんは守りが厚いです。攻撃の隙を狙ってカウンターアタックをかけましょう。今回は三鷹さんのパクリコメントが試合開始前にギリギリ入りましたね。滝くん、三崎くんにパスを回します。ここは慎重にパスコースを決めたいですね。三崎くん、センタリングを上げるぞ。伊沢くん、ここはスルーします。三田くん、はやぶさボレーだ。決まった、ゴール。南葛先生、伊沢くんがスルーで揺さぶったのが良かったのかもしれないですね。立浪、ワンツーリターンで南葛陣内に攻め込みます。立浪、いきなりシュートだ。さすがにこのシュートは無謀ですね。南葛のゴールキックになりました。滝くん、三崎くんにパスを回します。滝くんから三崎くんへのパスはこの試合のホットラインになりそうですね。三崎くん、新田くんへボールをつなぎます。
も相手のキーパーが中西くんでバランスの崩し方を模索しつつ攻めていますので慎重になりますね。木杉くんがセンタリングを上げるぞ。新田くん、ここはスルーします。滝くんもスルーするぞ。しかしここは立浪がカットします。立浪すかさず颯太くんへパスを回します。颯太くんはすぐにカミソリシュートを打ってくるのですぐに潰さないとダメですよ。颯太くん1対1で石崎くんをかわします。もらったからあらの流れは石崎くんらしいですね。颯太くんカミソリパスを出してきます。今のパスでかなり前線までボールが行きましたからまずいですよ。立浪ヘディングで押し込む。ここは森崎くんがパンチングで防ぎます。しかし競り合いのこぼれ球が颯太くんに回ってしまいました。そしてすかさずカミソリシュートだー。しかし岸田くんがカバーだー。このシリーズの動画で岸田くんが初めて目立ちましたよ。立浪連続攻撃だー。あーっと、南葛のゴールが空っぽだ。しかし、浦部くんが立浪のスルーボールをカットします。なんで、立浪はゴールが空っぽなのにスルーしたのでしょうか。おかげで助かりました。伊沢くん、ワンツーリターンで立浪陣内に攻め込みます。伊沢くん、岬くんにボールを回します。岬くん、センタリングを上げるぞ。新田くん、スルーで中西くんのバランスを崩します。木杉くん、ヘディングで押し込む。南葛がこのコーナーキックをどう攻めるかが気になりますね。杉くん、センタリングを上げます。浦部くん、スルーで中西くんに揺さぶりをかけます。君、ヘディングだ。こぼれ球を岬くんがフォローします。南葛はここは押せ押せでもう1点取りたいですね。岬くん、再度センタリングを上げるぞ。新田くん、はやぶさボレーだー。しかし、中西くん、パンチングで防ぐ。今
今のハヤブサボレーで決められなかったのはガッツ消費的にかなり痛いですね。中山くん、サイド岬くんにボールを集めます。南葛、ここはどうしてもセンタリングを上げる際に慎重になってしまいますね。岬くん、このセンタリングはどうだ。滝くん、立浪2人と競り合うぞ。おっと、立浪、反則だ。ここは、新田くんのガッツが厳しいので、何としても1点欲しいですよ。決まった。南葛、貴重な追加点。この追加点で、南葛、一安心でしょうか。岬くん、タックルが決まり、立浪からボールを奪います。 BGM が変わり、前半残り時間5分を切りました。滝くんのワンツーリターンはチャンスボールになったぞ。しかし滝くんのスルーボールが立浪に渡ってしまいました。この浮く主の判断ミスが失点につながらなければ良いのですが。早速ソーダくんにボールを集めます。ソーダくん、速攻でカミソリシュートだ。決まった。立浪、1点差だ。ウプ主のミスから見事に失点につながった典型的なパターンですね。2点差になってウプ主は油断したのでしょうか。前半、残り時間はロスタイムのみとなりました。ソーダくん、カミソリタックルだ。このカミソリタックルは、ラフプレーですよ。ここで前半終了のホイッスルー。南葛、1点リードで後半戦へ折り返します。後半戦に向けての選手交代、戦術変更はありません。後半は立浪ボールで開始です。ワンツーリターンで南葛陣内に攻め込みます。
サイドワンツーリターンでチャンスボールだ。森崎くん、シュートの準備をするために身構えます。立浪のボレーシュートはどうだ。立浪、どんどん打ってくるぞ。立浪のチャンスはまだ続きますね。森崎くん、踏ん張りどころですよ。ソーダくん、コーナーからのカミソリシュートを。森崎くん、取れませんでしたが、高杉くんがカバーだ。高杉くんは、地味ですが、前の秋田戦から守備で頑張っていますよ。岬くん、こぼれ球をフォローします。ここはソーダくんには絶対取られてはいけませんよ。伊沢くん、ワンツーリターンを用いてソーダくんのマークを振り切ります。伊沢くん、センタリングを上げるぞ。滝くんのスルーはカットされそうになりますが、木杉くんがフォローします。スルーをする際はボールの行き先を確認してから実行すべきでしょう。ここは競り合いが続きますね。南葛はなんとかものにしたいですね。こぼれ玉が岬くんに渡り、南葛チャンスだ。岬くん、ジャンピングボレーだ。決まった、ゴール。南葛再び2点差。南葛再び安全圏になりましたが、油断をしてはいけませんよ。岬くん、また速攻で立浪からボールを奪います。これは岬くんのポジションの配置が結果的に良かったかもしれないですね。岬くん、新田くんにパスを回します。しかし、新田くんのパスは立浪にカットされてしまいました。立浪、素早く蒼田くんにボールを回します。ウプ主のパスミスがまた失点につながらなければ良いのですが。蒼田くん、滝くんのタックルを際どいところでかわします。ソーダくん、カミソリパスで前線にボールを送るぞ。立浪、ゼリアイのこぼれ球をフォローします。ここでソーダくんにボールが回るのはまずいですよ。ソーダくん、カミソリシュートだ。これは石崎くんに当たりこぼれ玉となりますが、立浪のチャンスは続きます。南葛、
ここはなんとかしのぎたいですね。立浪、ヘディングだ。今度は石崎くんがカバーだ。前の試合からですが、石崎くんと高杉くんの守備には頭が下がりますね。伊沢くん、クリアーをしますが、立浪にフォローされます。ソーダくん、ボレーシュート。南葛ディフェンス陣はなんとかしのいでいますが、早くボールをキープしたいですね。滝くんのクリアボールを木杉くんがフォローします。やっと主導権を奪えましたね。このボールは大事にしたいですよ。伊沢くん、美咲くんにパスを回します。 BGM が変わり試合終了。残り時間5分を切りました。滝くん、相田くんにボールを奪われてしまいました。ソーダくん、ハーフウェイライン手前からのカミソリシュートだ。決まった。立浪、1点差。ソーダくんにボールを持たせるとどこからでもカミソリシュートを打ってくるので、渡してはいけないことがはっきりわかりましたね。もう南葛は鳥かご戦術でボールを回して逃げ切った方が良いでしょうね。その鳥かごが失敗しそうになりましたが、木杉くんがフォローします。伊沢くん、ワンツーリターンでチャンスを作ったぞ。なんと伊沢くん、シュートを選択したぞ。これはキーパーは中西くんなので、当然がっちりキャッチ。これは伊沢くんではなく、ウプ主のオペレーションミスです。致命傷になったらシャレにならないですよ。と三鷹さんが言っている間に試合が終了しました。5人の選手がレベルアップしました。さて三鷹さん、いつもの締めのコーナーですが、南葛なんとか逃げ切りましたが、感想をお願いできますか？今日の試合の勝因はディフェンス陣の頑張りですね。高杉くん、石崎くん、そして岸田くんがゴールをカバーしてくれました。森崎くんも相変わらず頼りないですが、今回は何回かパンチングで防いでくれたので、多少まともになっているでしょうか。あとウプ主の判断、操作ミスがひどいですね。パス、スルーの判断の誤りやオペレーションミスが目立ちます。もう少し丁寧な操作を心がけてほしいですね。三鷹さん、厳しいコメントありがとうございました。本日は3対2で南葛高校が立浪に勝利する試合をお送りしました。次回は全国高校サッカー選手権4回戦南葛高校 VS 武蔵医大附属の試合をお送りします。本日はご視聴ありがとうございました。次回はフィールドの貴公子が登場するよう。